おーい、たくむねたくむね、お前さ、この間すがい食べとったよね。あれな、塩でいっぱい揉んでな、湯がいてな、酢味噌、あれで今度食べてみろ。あれが一番うまいんじゃと漁師の方が教えてくれた。たくむね、この前な、初めて食べたからな、バター炒めで焼いたんだよ、焼いたんだけどな、やっぱりな、塩でいっぱい入れてな、もみもみするらしいわ。そして湯がいて酢味噌じゃ。今度すがい見つけたら酢味噌で食べるぞ。何か言った、うん、さっきなんかあのこっち暗いやつ見てきよったらしいんだけどね。こっち、うん、うんうん、浜の打たせのな、前の堤防でな、魚釣りしてる方がおっての、どちらから来られたんですかと聞いたらな、奈良県からじゃと。浜の打たせでな、昼魚を買って海鮮丼を食べて、そしてサビキで何か釣れるかのとまで来たんじゃと。そしたらな、こんまいちっちゃいなイワシな、50匹か100匹ぐらい釣っておったの。でな、今日はな、タイを買われたって言っとったからな、たくむでな、他の魚もいろいろ勧めたんじゃ、エビもな、美味しいよって言ったらな、この人がな、あれな、青もんが欲しいんじゃと、ツバスとかハマチが好きなんじゃと。でな、私はな、鎖掛けでちょっと匂いがするぐらいのが好きなんじゃと。だからな、新鮮なのを買ってもしばらくその匂いが出るまで待つんだと。そんな食べ方があるんじゃなと、たくむもな、そんな知らなんだなと思って。でもな、まあ肉でもな、腐りかけの時が美味しいっていう人もおるからな、私はな、そのようにしてツバスを食べるんだっつってな、ツバスを買い求めとった。どちらさんかの、今日はタコさんじゃないんですか。どう、エビどこ、開けてどうも、いいなこと、エビだらけ、これタクモに今日向かなかったじゃん、これすっげー、エビよかったらな、でかい、いこと、うわ、エビだらけじゃ。わいのが早いわ。芝エビ、おすすめ芝エビでございます。カレーに入れても、チャーハンに入れても、天ぷらにしても、フライにしても、何にしても使い勝手が良い芝エビでございます。泥箱にいっぱい買いました。そしたらな、わしがな、剥いてあげようかって言ったんじゃ。そしたらな、あんた汁はチコチコぼされるからほっといて、私一人で剥くって。でな、妻が一人で剥いとるんじゃ。でな、俺の方が早いわって言ったらな、こいつな、スピード上げた。なかなか早いの。痛いんだよ、これ、剥くときな。たまに拳銃にピッて当たったりしてな、痛いんだ。だからな、剥くのは大変なんだよ。でもね、剥いたらうまいんだよ、これがまたな。もうこの夏ね、いつも夏になったらね、トロ箱何杯分ぐらい買うんかな。まだまだ買うと、多分。でな、皮剥いて冷凍庫置いとくんじゃ、使い勝手いいんじゃ、本当にな、おすすめ。もうでもな、だんだん貴重になってきてな、この芝エビを取りに行く船がな、減ってきてな、みんなタチウオとかな、タイとかいろんな魚を取りに行くんじゃ。エビを中心に取るような船はな、だんだんと減ってきたからな、本当に少なくなってきたぞ。貴重だぞ、でんねん。エビはうまいぞ、たくむね、おすすめじゃ。あんた、無感でいいでって言われたけどな、なんかやっぱ心細くなってきたの。食べるときな、あんた、向いてないからエビ食べやんといてって言われそうだからの、たくむね、今から手伝ってこよ。せめてな、自分の食べる分だけでもな、昔してもらおうと、ほんで食べよう。あ、じゃあな、みなも、浜の打たせ来たら、エビをお買い求めくだされ。じゃあな、バイ。